で93年にミャンマーで支援が始まったそうなんですが、ブリッジ・エーシア・ジャパンとして、まあ具体的にどのような支援をされているんですか？はい、ですね、まあ、その93年当時はですね、その帰還難民の人たち の、 職業訓練っていうのをもう少しは始めてたんですけれども、まあ、一番のメインはその地域はその、まあ、ラカイン州っていって、ほとんどそのモスリムの人、人口がものすごく多い地域なんですね。で、まあ、そのモスリムの人たちっていうのは、まあ、言ってみればその国民の9割を占めているそのビルマ人の人たちからは、まあ、疎まれている存在で、バングラデシュからもその出てっちゃった人たちということで、まあ、言ってみれば君みたいな人たちですよね。誰からも権利を認められてない人たちということで、まあ、私たちはその UNHCR から当初言われたのは、そこで今カナダだとかフランスだとかいろんな NGO、 国際 NGO が集まって、まあ、UNHCR がそのリーディングエージェンシーみたいな形になって、その傘下のもとで非常にこう例えば BAJ はじゃあその帰還難民の人たちにその技術訓練をしましょう、あるいはその WFP はじゃあそういう人たち の、 その職業訓練にお米を出しましょう、まあ、そのような形で非常にこう世界 各国でその UNHCR がとかいろんなその国際機関とか NGO が集まってやってるプロジェクトの中では、このラカイン州でこのやってたこの事業マウンドっていうところなんですけど、この地域 の、 そのあれは非常にうまくいったんじゃないかっていうふうに言われてるところなんですね。で、まあ、私たちそこでは最初の頃はその、まあ、言われるまんまにそのいろいろなその NGO や国際機関、HR をはじめとした国際機関 の、 その車ですよね。ここはもう道路もまともな道路はないですし、それから、車を修理するところもないようなところですから、そういうこういろいろな活動団体 の、 その車の修理だとかメンテだとか保守管理だとか、あとはこう船で行かなきゃいけないところなので、船のエンジンみたいなものもこう修理したりしてたんですけれども、まあ、それだけじゃね、私たちもあれなので、その地域 の、 その帰還難民の人たちに対して何かやりたいっていう希望を持ってたわけで、まあ、それなかなかエッチシャルを許してくれなかったんですけど、まあ、それでもエッチシャルと喧嘩しながら、いろいろその帰還難民の人たちに職業訓練とか技術訓練したりとかしてきたんですね。で、そのあと学校の建設だとかいろいろ公共施設の建設とかやってた時に、その建設の資材を運ぶために道路もまともな道路ないし、実はここはその年間、6000ミリぐらいの雨が降る豪雨地帯なんですね。それもその雨季の非常にまあ半年ぐらいの間にそれが集中して降るっていうふうな大変な場所で、ところどころで、まあ、その道路が寸断されちゃって、で例えば帰還難民の人たちをそのもっと住んでたところに送り返すにも橋が落ちてて、その戻せないというふうな状況があって、まあ、そういうこともあったし、それからじゃあ我々がその学校を建てるためにその資材を運ぶために橋が落ちてて運べないというようなこともあったので、じゃあ試しに橋を作ってみようっていうふうな話になって、一番最初にその住民の人たちと一緒になって、私たち活動する時の一つの特徴がその住民の人たちにこう何だけ技術移転をしながら、私たちがいなくなってもその人たちが例えば学校なら学校の建物も保守できるようにっていうので、こう住民の人たちを訓練しながらやるんですね。で橋をこう1本作ったところ、それがこう住民の人たちの代表番になって、こういう橋、そうだ、それだったらここにも作ってくれ、あそこにも作ってくれっていうふうになって、でその HCR もですね、この橋の重要性っていうのに気がついて、その後その私たちがその最初に作った橋っていうのをきっかけにして橋の建設をしてくださいっていう注文がいっぱい来るようになって、まあ、たまたまブリッジエーシアジャパンっていう名前、まあ、別に橋を作ろうと思ってやったわけじゃなかったんですけれども、まあ、200本近い橋を作ることになりました。まあ、これはですね、10周年の時に
ミャンマーの羅漢市北部にかける希望の橋ということで、それまでに作った1998年からですね、2003年までの間に作った橋に関して、じゃあ一本一本写真撮って、これだけ作りましたよってことじゃないと、こう誰も見に行かないか、橋作ってるというとなんかすごいコンサルタント会社みたいに思われちゃうんですけど、まあ、本当に小さな橋は4メートル3メートルの橋から、まあ、大きな橋でも30メートルぐらいですかね。それからあとだんだん予算が少なくなって、沈下橋っていうんですか、まあ、その年に何回かそのオーバーフローしたものだをやり過ごして、その後は橋として使えるというふうな、そういうものも含めて、200本近い橋を作りました。で今でもこれは橋のコンストラクションとか BAJ の仕事としてこの地域でまだ続いて、もう、つい去年一昨年ぐらいは港まで作っちゃったというね。だからそれは一つ私たち BAJ っていう NGO の特徴として、その技術的な支援っていうのかな、そういうもの、技術的なスキームを持ってる人が結局こう専門家がいらっしゃる、専門家も何人もいて、そういうことを、まあ、得意としてやってるっていうことは一つ特徴だと思いますね。あとはミャンマー以外の他の地域の支援について伺っていきたいと思います。では、ちょっとごめんね、ミャンマーで実はですね